き。あの、栄養キス様でしょうか。こんにちは。あれ、誰か呼んでるみたいだぞ。行ってみようぜ。やっと会えました、栄養キス様。私はノエル、セピロス騎士団のメイドです。あ、ごめんなさい。私はまだ、正式なセピロス騎士ではありません。早くこの鎧に見合う騎士になるため、メイドの身分で、騎士団で騎士修行をしています。はい。まだ騎士選抜を通過できておらず、本物のセピロス騎士になるために、先輩方からご指導を受けております。アンバー様から、ウサギ伯爵の作り方を学んだり、ガイア様から、いろいろな任務を引き受けたり、火花騎士様にもご指導を受けました。ジン団長に、反省室に送られましたが、実は、かねてよりずっと、栄誉騎士様のご指導を受けたかったのです。しかし、お邪魔になるかと思い、声をかけられずにいました。モンドの街を歩くあなた様を何度も見かけたのですが、私も仕事で手が離せなく、今日は騎士団での掃除が終わり、修行に行こうかと迷っていた時に、ちょうどあなた様を見かけまして、もし、お邪魔でなければ、ご指導をいただけませんでしょうか。あの、先輩のあなた様の意見が聞きたいです。メイドとしての仕事と、騎士になるための鍛錬、私はどちらも怠っていません。しかし修行の進捗が思うようにいかないのです。はい、掃除や修繕といった普通の仕事です。一日おきに騎士団の大掃除をしています。ベッドの底や窓の隅まで、細かいところには、埃も溜まりやすいので。それと、生活方面のことも、ガイア様のために、眼帯を用意したり、リサ様の本棚を整理したり、忙しい毎日ですが、それでも何か足りないと思うんです。休みですか？しかし、まだ仕事がたくさん残っています。それに、もっと能力を高めるためにも、時間がある時には鍛錬すべきだと思うんです。一日でも早く本物の騎士になるためには、常人よりも努力しなければなりません。しかし、貴重な時間を無駄にすると、罪悪感を覚えてしまいます。確かに、それは考えてませんでした。休みは、修行のため。あ、リサ様がいつも図書館でアフタヌーンティーをしているのはそのためだったのですね。なるほど。はい。どのようなお茶が好みですか？今、準備を。え、準備しなくていいから休んでほしい？わかりました。では、鹿狩りに行きましょう。私に何か手伝えることはありますか？クイーンがまた私を無視するの。落ち着いてゆっくり話してください。詳しく聞きますから。なんだかクイーンの機嫌が悪いみたいだったから、どこかお出かけしてお話ししないか誘ってみたの。まあ、いわゆるデートってやつ。え、デートですか？そういうお悩みでしたか。そうなの。もう何回も誘ったんだけど、屋台の方ばかり見て全然話を聞いてくれないの。
ノエルは可愛いし、みんなからもしょっちゅう褒められるでしょ。きっとモテるよね。なら私の代わりに。あ、はい、もちろん市民を助けるのはメイドの責務ですから。しかし、その私、そういうことは経験がなく。ノエルでさえ私を助けてくれないの？心配しないでください。私たちにはまだこの栄誉騎士様がいます。栄誉騎士様、ペア様を助けていただけないでしょうか。申し訳ございません。しかし、騎士団メイドとして助けが必要な人を見過ごすわけにはいきません。今度きちんと計画を立てて一緒に休みましょう。今日だけペア様のために手を差し伸べていただけないでしょうか。ありがとうございます。はい、ペア様が言うにはクイーン様がずっと忙しそうにしていて話を全く聞いてくれないとのことです。しかし、私の印象ではベア様は普段からよくクイーン様とお話しされております。その可能性はあるかもしれません。つまり今回は違うということをクイーン様に気づかせてあげればいいのですね。例えばプレゼントを用意するとか。それだったらクイーン様も普段とは違うということに気づいてくれるかもしれません。しかし、どのようなプレゼントがいいのでしょう。はい、私もそう思ってました。一人一人の好みは違いますので、その人に合ったプレゼントの方がいいかと。私でしたらバラが好きなのですが、栄誉騎士様はその手芸品などはお好きでしょうか。私はただ相手の立場に立って考えようと。クイーン様、どんなプレゼントが好きなのでしょう。確かクイーン様はモンド城の守護四天王の一人。お酒と関係のあるものなら気に入ってくれると思います。具体的なものはまだ考える必要がありますが。もうこのまま考えても決まらない気が。マージョリー様のお店に行ってみましょう。ついていきます。いらっしゃいませ。栄光の風へようこそ。あら、ノエルさんと栄誉騎士さんじゃないですか。今日はどうしたんですか。ノエルさんが誰かと一緒に歩いているところなんてあまり見かけませんが、ノエルさんはいつも一人で仕事を終わらせますので、次々に仕事を受けてあまり休憩している時間もないみたいなんです。はぁ、ノエルさん、もう子供じゃないんですから、もっと自分のために時間を使わないと将来後悔しますよ。今日はきちんと休みを取りました。途中でいろいろな問題に遭遇しましたが。今日は休みで栄誉騎士さんと一緒ですか。ああ、なるほど、そういうことですか。それはおめでたいですね。今日は栄誉騎士さんのプレゼントを選びに来たんですね。好きなだけ選んでください。必ず満足させてみせます。なるほど、大丈夫です。送る相手がどちらだろうと同じことです。お互いを思ってのことですから。からかわないでください。私と栄誉騎士様はそのような関係ではありません。違うんですか。はい、まあ半分は信じてましたけどね。それにノエルさん、誰かに背中を押されないと前に進めない性格ですので。しかし相変わらずこういう方面のことは全くダメですね。私はただそういうことで騎士の修行に支障をきたしてはいけないと思っているだけです。もう困ったものです。まだやるべきことがあるというのに。はいはい、もうからかうのはやめます。それで今回は何のご用で。なるほど、ベアさんの代わりに
クイーンさんにプレゼントを。それでしたら新しい商品が2つ入荷してますよ。一つは特製標瓶、もう一つはリスの木彫りです。特製標瓶は良質な酒器でお酒を長時間冷やすことができます。リスの木彫りは置物としてクイーンさんの屋台に置いておくのも悪くないと思います。酒器と置物どっちにしますか？式ですね。四合四天王の一人、クイーン様にぴったりだと思います。あの時、私が言ったことを覚えててくださったのですね。嬉しいです。特製標瓶ですね。わかりました。袋に包みますね。プレゼントは用意できました。早くベア様のところへ行きましょう。聞いたことあるかい？功労領に変わったやつがいるって。ん？この特製標瓶をクイーンに送るの？確かにクイーンが好きそうね。でもプレゼントをあげるからにはデートくらいしてもらうのが筋ってものよね。プレゼントがあれば私のデートを断れないはず。あなたたちに感謝しなきゃ。え？プレゼントってそんなことにも使えるんですか？とにかく役に立ってよかったです。あ、いけない！どうしました？ベア様。プレゼントに何か問題でも？いや、プレゼントのことじゃなくて、クイーンとデートすることばかり考えてて、どこに行けばいいか決めてなかった。だって、一度も成功してないんだもの。ノエル、手伝ってくれない？でも、別に急がなくてもいいよ。ちゃんと計画を立てなきゃいけないし。はい、私にお任せください、ベア様。最近デートスポットは心地いい風景を楽しめる穏やかな場所にしましょう。いい場所を見つけたら写真を撮ってベア様に選んでもらうのがいいと思います。そうだ、確か誓いの岬に素敵な伝説があったと思いますので、ちょうどいいかもしれません。ついていきます、ついていきます。浜を一望できますね。視野も広いですし、いい角度を見つけて写真を撮りましょう。次の目的地は星拾いの崖にしましょう。高いところから美しい風景を望める上に、星拾いの崖は夜景も綺麗なことで有名です。ついていきます。Thank you.
の目的地は風たちの地に行きましょう。風たちの地にある大樹、大英雄バネッサ様の象徴です。ノエル、楽しそうだな。すみません、ベア様のために見に来たというのに。大丈夫、ここの景色も結構いいな。小川と木陰があって早く写真を撮ろうぜ。これでいいんじゃないか。早くベアのところに戻ろう。あ、帰ってきたのね。どんな場所を見つけた？はい、風たちの地はどうでしょう。あなた方の恋がタンポポのように自由であってほしいという願いを込めて。風たちの地？いい場所だとは思うけど、なんかありきたりじゃないかな。え、ありきたりですか？古い世代っていつもなんとかの象徴って言いたがるでしょ。私も小さい頃から何度も耳にしてきたし、だから今さら言ってもなんか新鮮さに欠けるというか。そうですか。うん、やっぱり誓いの岬にする。ありがとう。じゃあクイーンを探してくるね。クイーン、私とどんな誓いをしてくれるかな。風たちの地はもう古いんですね。本にはモンドで一番人気の場所だと書いてありましたが。わかりません。図書館の隅を掃除していた時に見つけたものです。風たちの地とバネッサ様の物語が書いてありました。私はてっきりモンド城にいる人ならみんな好きなのかと。え、風たちの地に行きたいんですか？はい、わかりました。この空気すごく落ち着きます。訓練とか仕事とか忘れて何も考えず、ただこうして風に吹かれる。そうですね。ですが訓練と仕事は私にとって一番努力すべきものです。何も考えずに過ごしていては頼れるメイドではなくなってしまいます。それも少しあります。しかし、バネッサ様や、ジン団長は、私よりもはるかに大変だと思います。私にはまだまだ多くの欠点があります。だからこそ、本物のセピロス騎士になって、たくさんの人を助けたいんです。そうですか。ありがとうございます。今日、もしあなた様がいらっしゃらなかったら、私一人では、ベア様の役には立てませんでした。ささやかなお礼ですが、受け取ってください。バラは、私が一番好きな花です。ですので、紙で折ったバラを作ってみました。はい。バラはモンドで、口の硬さを意味します。あなた様と一緒にいたこの時間の中で、様々なことが学べました。それは私にとって、忘れられない、大切な思い出です。私は、この思い出をいつまでも心の奥にしまって、二人の秘密にしておきたいのです。あれ？待ってください。もしかして、
バラには私が知らない他の意味も？帰ってから図書館で調べてみます。でもたとえバラにどのような意味があっても、私が送ったこのバラがあなた様と一緒に冒険してくれることを願っています。私が一人前になって栄誉騎士様と肩を並べられるまで。どのようなお茶が好みですか？今準備は？準備しなくていいから休んでほしい？わかりました。では鹿狩りに行きましょう。ノエル！ベア様？どうされましたか？私に何か手伝えることはありますか？クイーンがまた私を無視するの。落ち着いてゆっくり話してください。詳しく聞きますから。なんだかクイーンの機嫌が悪いみたいだったから、どこかお出かけしてお話ししないか誘ってみたの。まあいわゆるデートってやつ。え？デートですか？そういうお悩みでしたか。そうなの。もう何回も誘ったんだけど、屋台の方ばかり見て全然話を聞いてくれないの。ノエルは可愛いし、みんなからもしょっちゅう褒められるでしょ。きっとモテるよね。なら私の代わりに。あ、はい、もちろん市民を助けるのはメイドの責務ですから。しかしその私そういうことは経験がなく。ノエルでさえ私を助けてくれないの？心配しないでください。私たちにはまだこの栄誉騎士様がいます。栄誉騎士様、ベア様を助けていただけないでしょうか。申し訳ございません。しかし騎士団メイドとして助けが必要な人を見過ごすわけにはいきません。今度きちんと計画を立てて一緒に休みましょう。今日だけベア様のために手を差し伸べていただけないでしょうか。ありがとうございます。はい、ベア様が言うにはクイーン様がずっと忙しそうにしていて話を全く聞いてくれないとのことです。しかし私の印象ではベア様は普段からよくクイーン様とお話しされております。その可能性はあるかもしれません。つまり今回は違うということをクイーン様に気づかせてあげればいいのですね。例えばプレゼントを用意するとか。それだったらクイーン様も普段とは違うということに気づいてくれるかもしれません。しかしどのようなプレゼントがいいのでしょう。そうですか。私はお二方の関係がどうであろうときちんと選ぶ必要があると思います。しかし私はそういった経験がありませんので、あなた様の言う通りにします。適当に選ぶと言っても範囲が広すぎて何を選べばいいか。何かアイデアはありますか？本当にそれで気を引けるのでしょうか。あと大根スープも。話を聞いてくれるの？
にモンド風焼き魚を送るの？確かに昼ご飯を用意してあげるって言ったことはあるけど、これでいいのかな。まあノエルが言うなら試してみるね。クイーン様、ベア様のお気持ちに気づいてくれるといいのですが、今回はきちんと手助けできたでしょうか。はい、すみません、休むと言っていたのに結局あなた様に頼ってしまって。そうだ、何か食べたいものがありましたら私におっしゃってください。すぐに用意しますので。あ、すみません、いつもの癖で。やっぱりベア様たちのことが心配です。ノエルは心配し始めたら何言っても聞かないよな。仕方ないから見に行ってみよう。はあ、ベア様？ああ、ノエル、クイーン様とデートはできましたか？はあ、もう言わないで。モンド風焼き魚を渡す前に食欲がないから何も食べたくないって言われたの。だったら無理やりあげるのもね。また次の機会に誘うしかないみたい。そんな、申し訳ございません。次は必ず最高のプレゼントを選びます。もういいよ、今回は私が悪いの。何でもあなたに任せるなんて。ノエルにも苦手な分野があることくらい分かってたはずなのに。大丈夫、気にしないで、あなたのせいじゃないから。じゃあ私行くね。はい、お気をつけて。大丈夫です、ただベア様のお役に立てなくて少し申し訳ないと思い。それはそうなのですが、私がこれで諦めてしまったら次またこのような助けが必要な人に迷惑をかけてしまいます。この分野の知識はありませんが、少なくとも知識を取り入れることから始めることはできるはずです。私今から騎士団の図書館に行ってみます。恋愛に関するガイドブックがあるかもしれません。もし次またこういう問題があっても必ず役に立てるように。恋愛について知るって本当にノエル一人で大丈夫か？オイラたちも図書館に行ってみよう。仕方ない、見られた以上はこうするしか、あんたに手伝ってもらうしかない。なるほど、好きな人に会ったら一緒に何かを成し遂げるべきと。まだ酒が飲めない年でも美酒をたしなむことを学べ。なるほど、相手の気を引くためには自分を高める必要があると。え？すみません、気づきませんでした。本に集中していて。恋愛に関する本を図書館から全て借りてきました。これを全部読めば私でも次は必ず役に立つアドバイスをしてあげられます。例えば少女ヴィーラの憂鬱、清泉の心など、どれも恋愛に関することが詳しく書いてあります。メイドで得た経験上、
実例から学ぶのが一番手っ取り早いんです。あとこれも酒場で使える会話、愛情にも近道が、などすべて実用的な恋愛テクニックばかりです。やはり恋愛には論理的な指導は欠かせません。それとそれと、この本に書いてあるのは、あれ？え？大丈夫です。この本を読むのはまだ早いみたいです。やはり他の本から見ましょう。勉強も段階を積んでいかなくては。こんな本もあるなんて。この本にも、これって普通のことなのでしょうか？どうやら、まだまだ勉強することが山ほどあるみたいですね。ことを思い出したら、なんだかドキドキしてきました。他のことをして気を紛らわした方がいいでしょうか？まずはこの本を読みましょう。この本なら大丈夫ですよね？